皆さん明けましておめでとうございます。月刊久保有正1月号今年もどうぞよろしくお願いいたします。私たち日油同祖論っていうふうに言葉として発してるんですけど、うん、先生トライ説っておっしゃるじゃないですか。そうですね、はい、僕ねちょっと同祖論っていう言葉あんまり好きじゃないですよ。今月のレムナント、フリーメイソン、イルミナティ、ユダヤ陰謀論っていうことなんですけど、まあもうそもそもフリーメイソンとイルミナティが同じなの違うのとか、うん、全部もうユダヤの陰謀論なのとか。そう思われちゃってますよね。フリーメイソンにしてもイルミナティにしても結社なんですよ。結社ってのは結ぶに、神社の社、うん、で結社、憲法にも日本建国憲法にも結社の自由っていう言葉が書いていますけどね、うんうん、世界を操る秘密結社とかね言われちゃったりするんだけど、じゃあ実際はどうなんでしょうかってことですね、うん、何もあんまりわからない人はもうフリーメイソン、イルミナティ、うん、ユダヤ、うん、これ全部一緒くたにしちゃってね、うん、もう陰謀論っていうので、片付けてしまうことがあるんだけど、その三者は全部、うん、日本からイスラエルなのか、うん、イスラエルから日本なのかって結構派として2つに分かれている感じがするんですね。分かれてますね、はい、うん、まあ、いわゆる日油同祖論とかトライ説っていう時はですね、イスラエルにモーセが建てた宗教がイスラエルの宗教があって、うん、それが後にイスラエル人が離散してでシルクロードを通って日本にやってきたと、うん、イスラエルから日本であるというものですね、はい、であと逆日油同祖論っていうのはね、うん、リバース、うん、でこれは日本がね世界の文明の発祥地であった、うんうんうん、そして日本には神道という宗教があって、うん、それがですね日本人がずっと世界にこう散らばっていってイスラエルも行って、うん、イスラエルでイスラエルの宗教を起こして、うん、でそれがまたこう日本に戻ってきて、はい、そういう逆日油同祖論っていうのがあるんですよね、うんうん、これはですね根拠としては、うん、竹内文書っていうのがあるんですよ、イエス・キリストは12弟子を持っていました。でこれはイエス・キリストが自身でお選びになって、うん、そして自分の弟子とした。だから12という数はねとてもなんか一つのグループを作る上で12人ってとてもいい数なんですよね、うん、ただその中で一人だけですね、はい、イエス・キリストを裏切ってしまった、はい、イスカリオテのユダっていう人がいたので、うん、イエス・キリストの復活の後にですね、もう一人足して待ってよっていう人が足されて、はい、で12人に戻されるんですね。今だってもうイエス・キリストの私は弟子ですよっていう人が世界の人口の3分の1いるんですから。なひょ？それどういうことですか？予言っていうのはね彼ら使徒たちそれから弟子たちの活動の一部なの、うん、お正月ということで、はい、もう金運ザクザクてんこ盛りな感じで教えていただけたらと思っているんですけどだから金運財布の広告も結構多いし、うん、そういうの欲しいです。そういうね、自分の身につけるものとかね、うんうん、それで金持ちになれるんですかとかね、うん、あるいは金持ちになるために身につけるべき、うん、まあ、ペットがどういうのがいたらいいとか、そうそう、あるいはどういう服着たらいいとかね、うんうん、どういう色がいいとかね、うん、まあ、そういう質問を受けるんですけども知りたい、はい、はっきり言ってそういうのはありませんコーナー成り立たないじゃないですか。成り立たないんですけど、でもね実際そうでやって、実はねどうしてかというと、はい、イエス・キリストの教えの中にねこういうのがあるんですよ、うんうん、外側から入ってくるものは、うん、